アイドルグループ乃木坂46の5期生による写真集乃木坂465期生写真集あの頃乃木坂にいたマガジンハウス2月20日発売が本日28日発表のオリコン年間本ランキングのジャンル別写真集で期間内 11.6 万部を売り上げ首位を獲得。この受賞に際してオリコンのインタビューに応じた5期生の11人は喜びの声を寄せた。ここではその全文を紹介する。修学旅行がテーマの写真集でもう一度青春を味わった気がして嬉しかった。